通報第一期、通報は1890年に創刊された初めての中国学の学術雑誌である。当初の雑誌名は通報、アジアオリエンタルの歴史、言語、地理及び民族に関する研究のための記録である。ライデンの出版社ブリルから刊行されている。フランスとオランダから一人ずつが編集長を務める。アンリコルディエとグスタフ・シュレーゲルが 当初の編集責任者を務めた。雑誌の有名な編集者、寄稿者には、ポール・ペリオや、エドアル・シャバンヌ等がいた。通報とは、中国語で、発布、告示を意味し、科学研究の状況や成果を報道する、学術雑誌名に用いられる。ありがとうございます。